あらみさん、こんにちは。ぜひこれ。それでは今回なんですけども、ポイント2倍、楽天カードで楽天エディをチャージするとお得なキャンペーンということで、今回は楽天カードと楽天エディに関する情報をお伝えしようと思います。ということで、早速概要からなんですけども、お題にもあった通りですが、楽天カードエディチャージすると、漏れなく2倍ということですね。で、こちらはもう期間は始まってるんですけども、昨日から始まってまして、6月の24日から6月の30日までとなってます。そもそも楽天エディってどんなものかと言いますと、まあ事前にチャージをすることで現金の代わりに使える電子マネーのことです。まあこんな感じにお財布携帯もしくは楽天エディのカードをかざした時、シャリーンって音が鳴って決済をする方法ということですね。まあこのロゴがあるとこであれば全国のコンビニ、レストラン、あとはスーパーでも使えるようになってます。まあ今回ポイントに関してなんですけども、この対象方法で例えば1000円分のエディをチャージした場合ということなんですけども、通常の特典で5ポイントもらえるんですが、今回のキャンペーンで5ポイントが加算されて、通常の2倍の10ポイントがもらえるということですね。ちなみに通常楽天エディにチャージする場合は200円で1ポイントとなってます。今回のポイント申請の上限というのが1000ポイントと決まってるので、もし10万円分までチャージすれば上限までもらえる計算になるんですけども、まあ楽天の超スーパーヘビーユーザーならいいんですけども、さすがに無理してチャージする必要もないと思うので、まあ普段使う分だけチャージしたらいいと思います。そして今回のまとめですね、専用ページにて必ずまずエントリーが必須となってます。で、期間は先ほどもお伝えしたように6月の24日から6月の30日まで、そして上限は1000ポイントまで、ポイントの申請日は9月の20日頃となってます。で、もらえるポイントは期間限定ポイントとなってますのでご注意ください。で、一応今回説明した内容に関しては概要欄にキャンペーンのリンクも貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。